どこどこ行った？そうそう、背面に回られて。めっちゃいい。からさ、降りれるんや。おーい。で、第二コートって書いてある。私たちのテント。あ、いいやん、いいやん。意外にいいやん。荷物取ってこい。じゃあ、結びがスパイス、あ、それコショウね。で、バーベキューの網もついております。鶏肉、なんか誕生日プレゼント的な感じので、この紙皿もだから、なんか落としてもいいよ。豚肉、ちちちち、これちゃんとこうやってアルミホイルまでに。おいしい。これシャンパン苦手だ。おいしいな。目の前がちょっと道路やから、感じ歯に挟がるよな。4本ぐらいのおにぎり食べあったら、そこにか止めるところがあるから、ここでちょっと止めると。みんな美味しかった、みんな美味しかった。うん、そっちだと入られへんし、しんちゃんどっかのなんか線、はい、では、片付けしましょう。ないわけだから、ちょっとだけど、まあゲリラ豪雨の時に来てはった人みたい。あー、雨だよ。7時から7時。うん、美味しそうね。ここで飲むカッシュ、めっちゃ美味しい。すっごいね、気持ちよかったわ。3番、まあ、確かに確かに上位ピカピカ、もうお掃除がすごい行き届いてるな、配慮と思って、うん、それはすごいいいな。こういう部屋番号をもらうの、隣の人は使い放題。どんどん室内履きと外履き用の、おしゃれじゃない。もうこそこそ分からんもんな、あること自体知らんか。ほら、街灯みたいなのも立ってる。もう寝るときはそうやな。ご飯あげるから待ってね。なんかよかった、ゆっくり食べよ。よかった。ピー、北に、この辺も上下銀河。ちゃんと食べててよかったな。うん、どうした？そこに持ってビビってた。
食べるもんないやけどな。ここかな、もう出たまま。うまいそうやな。かわいそうに。ダッチョ？うんこじゃないんかな。行かなきゃいけないので分別できるようこう自分たちのゴミ箱を持ってきました。使い勝手がいいように、はい、こういうアンケートがあります。記入していただけるとさらに向上につながるのではないかと思います。トゥトゥちゃん起きてるかな、寝てるかな。よし、ご飯あげよう。トゥちゃん起きてる？トゥトゥちゃん、トゥトゥちゃん起きてる？寝てる？あ、言ってんの？あ、来た、おはよう。寝とった？え、寝とった、いいね。ご飯あげるわね、待ってよ。出た？父ちゃん出た？出た？父ちゃん、ご飯出た？出た？押してるんだけど、出てる？出んだ。トゥトゥちゃん、おはよう。
する。調子悪いな、治った。よかった。うん、お酒は乗っとんの。飲みすぎやねん。今から朝ごはんを食べに行くか、もう持って帰って食べるか、ちょっと今迷ってるけど、人がいなかったら向こうで食べて、帰ってきて、でから朝風呂入りに行こうと思っております。とりあえず。腹が減った。腹が減ったよ。お腹が空くということはええことや。外やったらやっぱり食べれるわ。あそこもう誰もおらへんかったら食べれるかもしれんけど、私。まあ行ってみないと人の状況がわからないし、カメラ回せないから。かゆい、噛まれたな。すごい蚊が虫刺せで、すごい。とりあえず行ってみよう。ここで食べます。はい、うん、いいよ。好きなところ、ここにする。よいしょ。めっちゃ噛まれた。かゆい。全然噛まれてない。うん、噛まれてない。嘘。噛まりやすいね、私。めっちゃ虫刺され。みかんジュースも選べるんだって。かい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 。ジョージアって書いた。宿泊の方は無料でご利用いただけます。うわすごい。すごい。これサンダー入っておりますので、はい、あちらしかございませんので、ご自由に。はい。うわーすごい。生炊きヨーグルトはこちら、あの飲むヨーグルトになっております。はい、マスター開けて、はい、ありがとうございます。うん、あ、いいの。おいしそう。かわいい。すげえ。めっちゃおいしそう。あ、助かる。本日のスープはクラムチャウダーかな。アサリが入っとる。パンとブリ大根、斬新な。
めっちゃお腹膨れたな。十分。ごちそうさまでした。重ねてくれよ。ここまで感じれるけど。うん。置いといていいんかな。とりあえずいいか。お風呂の用意しようか。ごちそうさまでした。うわ、今8時半お腹いっぱい。いや、わからん、8時半ぐらいちゃう。めっちゃお腹いっぱい。なんか、そやろそやろ、10時チェックアウトはな、ちょっと早いと思う。なんか風呂入ろうと思ったら11時ぐらいが本当はいいんやけど、延長が多分30分ごとに1000円追加されるから結構やんか。だからちょっと8時からの朝食の7時半から風呂やから、その30分で風呂入るか、ご飯の時間を遅くして先に風呂入るかっていうのがあれやな。私らは今8時にご飯食べて、8時半で、でまあ風呂今から行くんだけど、食べてすぐちょっと風呂入るのもなと思いながら、いや私はでも行く。でな、さっきご飯食べとったらさ、なんか同じ宿泊の人がさ、ご飯が出てきてやんか。え、土鍋で炊いとる。そう、土鍋で出てきて、え、私らもご飯が良かったとか思って。あれって多分変更できるんかな。プラスなんぼだから変更できるんかな。なんかメニュー変更してますとか言って、お味噌は一緒のような気がする。なんかスープがお味噌汁になってて、でパンがご飯になってて、飲み物が、そうそうそう、ジュースとかコーヒーの代わりに緑茶になっててって感じやんな。だからなんか変更したい時は言ったらいいのかな。次はそうしてみようかな。でもパンとかスープでも十分美味しかったから、別に全然いいけど、そうそう、そんな感じで私たち今から風呂に入ってきます。しんちゃんは一服してから。では後ほど。あ、このジュースもリンゴかオレンジかでコーヒーか選べんねんな。で水ももちろんあるから、あ、薬飲むの。そんな感じです。じゃあお風呂行ってきます。あっつあっつあっつなあ、暑いしか言うてないんやけど、お湯やったわ。やっぱりもうとろっとろ。なんかさ、時計がさ、脱衣所と浴室にあったやん。脱衣所のトイレがさ2時間ぐらいさ狂っとって、え、時計が嘘、あ、遅れとってさ、なんか、え、何時やろうと思って着替えとう時に。はい、そんな感じです。お世話になりました。ありがとうございました。さあ出発進行。行くとこ決まってんの？決まってない。楽しかった、楽しかったです。しんちゃんの誕生日みたいになっとうけど、よし、じゃあ帰りましょう。どっかに寄れたら寄ろう。とにかくもう、あの、すごい汗が、あの、なんていうの、湿気がすごいから、はあ、よかったわ。お肌ツルツルなったんちゃうなあ、温泉のおかげで。よし、じゃあ出発、バイバーイ。